演奏していきたいと思います。メンバーなんかを最初に紹介しようかなと思います。キーボードミルキー、そしてですね、ギターユカ、そしてドラムユミ、そしてボーカルトノコ、そしてですね、一応レッドベルエレファントと言いますけれども、私たち今日は赤をまとって、どこかに赤を入れつつ変装しようということなんですけれども、とても素敵な、とても素敵な助っ人、イエイ、ベース小市。ではですね、ベースも赤でお持ちいただいております。イエイ。ちょっとブリブリ頑張って、一応ガールズバンドなのでお届けしたいと、女子力全開でお届け。まず大人の女子力ということでですね、頑張ってお届けしたいと思いますけれども、皆さん準備の方はよろしいでしょうか。よろしいということでですね、それでは、最初の曲はですね、この歌を知らない方はこの中にはとってもいらっしゃらないような気がしますけれども、そういうあの懐かしいロックの、激しい曲、ロックというのかな、ドラマのテーマソング、言いませんけれども、皆さん何のタイトルだったかなっていうことをこう思い出しながら、ぜひ皆さん絶対知ってるはずですので、この中にいらっしゃる方に、知らない方はあの辺にいらっしゃるかなと思いますけれども、1階の方にはいらっしゃらないはずということでですね、1曲目お届けします。ヒーロー。
介主演のね。山下真司そうでした。ということでですね、同じことしか違わないです。そうということでですね、続いての曲も懐かしい歌をお届けしたいと思います。そんなことないです。知ってますよ。本当に夏木陽介も本当にリアルタイムで知ってますから。ということで、私たち大人のガールズバンドなので、見た目とっても若く見えるかもしれないですけど見えないですか？見た目とっても若く見えるかもしれないですけど、ごめんない。ちょっとライター当ててもらっていいですか？ということで、続いての曲も懐かしい曲をお届けします。愛はかけろうのように、yeah.
虹色の水。
ありがとうございました。虹色の湖見てみたいですよね。ね、虹色の湖とても綺麗ですから一回見に行って。でもこの辺で近いところで言うと琵琶湖ですけど、琵琶湖ね、琵琶湖ダメ、琵琶湖ダメ。虹色に光って名前見たことないですけど、バラードの名曲、知ってたら本当に一緒に口ずさんでください。いや、口ずさんでじゃなくて大声で歌ってください。ということでですね、プリンセスプリンセスの M お届けしたいと思います。じゃあもう一回メンバー紹介します。キーボードミルキー、ベースコイチ、少しは慣れた
がボカロコナンコでお届けしました。